今回はドイツの国際芸術祭ドクメンタをご紹介します。ドクメンタは5年に1回ドイツのカッセルで開催されます。もともとナチ政権が現代アートを大敗芸術として廃絶したことを反省し1955年に始まりました。2012年のドクメンタではカデル・アッティアが修復されたアフリカ彫刻と第一次大戦時の負傷兵の顔写真を並べ民族的な身体装飾とも対比して美意識の逆転を試みておりアートの批判性を気づかせてくれました。美術館以外の倉庫や地下通路使っていない駅などでも展示しアートと街が溶け合う様子が社会派のドクメンタならではです。2017年のドクメンタでは元豆腐工場で上映されたパリ人肉事件の田川一生のドキュメンタリーが物議を醸しました。2022年のドクメンタではインドネシアのタリンパディの巨大垂れ幕が反ユダヤ主義的と批判されそれでも彼らの作品は別の会場に多数展示されておりパワフルで素晴らしいがゆえに擁護者と批判者の激しい論争となりました。ハイチのアティス・レジスタンスはキリスト教会に本物の人骨を用いたブードゥー教のオブジェ作品を展示して圧倒しました。ドクメンタでは街中に勝手に展示する作家もおり2017年には僕自身も場所を借りて1日だけ勝手に展示を行いカウンター精神で問題提起に挑みました。ドイツドクメンタで実感しました。僕らも未来を探し続けましょう。